こんばんは。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 すこんばんは。待って、なんかちょっとチークが足りないな。そう。おお、あれ、お姫様おるやん。あ、私。こんばんは。お姫様って私のことですか。DMM で4期生のイベントを見たけど、はやちゃん輝いてたよ。ありがとう。はじめまして。はじめましてじゃないでしょ。もう。間違えちゃったのか。やっぱこのリップもうちょっとでなくなりそうなんだよな。うん、まっ。うん、どうだ。へへ。はじめまして。うん。はじめまして。はやってんの。よし。じゃあなんかカラオケ配信をしようと思ったんだけど、ちょっと今充電がなくて充電してるから、その間もぐもぐ配信しようと思います。だから最初のテロップはもぐもぐ配信で、もぐもぐ配信。待って、絵文字、私の夜ご飯を食べますよ。はゆみちゃん、こんばんは。アフタヌーンの配信お疲れ様。はい、確かに今日アフタヌーンですね。これはありがとう、ありがとう。うん、すごい、なんかちゃんとさ、こっちもこっちも映ってるよ。あ、くまちゃん、もうちょっとこっちね。そうそう、見えないからね。よし、オッケー。実はね、このクマさん、このクマさん、実はアユの生まれた時のあの大きさなんだよ。生まれた時こんなんだった。なんか確か生まれた時の大きさみたいな感じだった気がする。はらちゃんには花井さんに内緒で少しずつ投げちゃう。内緒です。あ、内緒なんですね。ありがとう。でもどうなの、そう、かわいくない。キャー、まえちゃん、ありがとう、ありがとうね。よし、この勢いで15位から14位に。重さじゃなくて、うん、大きさだよ。だって今アユだったら、だってアユの上半身くらい、上半身くらいだ、アユの。そう考えたらちっちゃいよ。多分配信だからさ、大きさがさ、横幅じゃなくて縦幅ね。あて、なんですだったような、なんかそんなだったような。ハワイさん、アユが生まれた年ですよ。頑張ってこう、頑張ってこう。横幅はやばいでしょ。名前は、名前決まってないんだよね。何がいいかな。じゃあこの子も一緒に配信参加します。こんにちはして、こんにちはして、こんにちは。よしよし。あ、待って、ママが今 LINE 言ってさ、2009年生まれた年に作っただけだったらしい。あ、買っただけだったらしい。なんで、あゆの大きさじゃないっぽいよ。
なんだよ、もうちょっとなんか思い入りのあるのかと思った。ただ買っただけだったらしい、鮎が生まれた年に、だから2009年って書いてあった。でもなんかちっちゃい頃なんかこれくらい、なんかこれくらいでなんか同じくらいの身長でなんか遊んでた気がする、しなくもない、そんな記憶がなくもないみたいな。でかすぎるよそれな、でかすぎたね、でかすぎたね。このサイズで生まれたら大きい、さすがにね、生まれた年のは立派な記念ですよ。そうだね、立派な記念ですね。はい、よいしょ。はい、が小さいんじゃ確かに、よしよし。ずっとお部屋にある。2009年、つい最近、いやいや、はいにとっては15年も前のことですよ。みんなもそうか。うまっ。はい、みんなに見せたいものがあるんですよね。実は師匠いるじゃないですか。そのあゆと一緒の弟子が、弟子ができました。じゃじゃーん、デレレレデレレレ、はい、あ、この子は一番最初に取れたから師匠ということで、この子はアイと一緒の弟子ですね。フフフ、先生、アイのちっちゃい頃の写真だよ。なんかちょっと、なんかちょっとあれだけど、ちょっと裸ん坊だけどさ、ほらクマさんよりも、このクマよりもやっぱ、やっぱあれだね、ちっちゃかったわ。とちに、ちょっとごめん、 NG、 プロ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 、なんかママがこの前、なんかこの前アユのちっちゃい頃の写真をたくさんね、うん、たくさん送ってくれて、めっちゃ懐かしいってなってた。今度チャットかメールでアユのちっちゃい頃の写真あげよっかな。はい、見てください。はい、でこちらの音聞きますか。待て、トップ3、あ、14位に上がったよ。みんな、ナイスで、14位に上がりました。はいはいはい、はいはいはい、13位まであった。12,521 ポイント。はい、いきますいきます。ランクアップ、ランクアップ。ピコピコピコ。はい。13位に上がりますよ。チャットにして、OK。チャットにじゃあ上げますよ。だからチャットじゃ撮っといてないの、ちっちゃい子の写真とか。はい、じゃあ、はい、この子聞きますよ。なんかさ、もうちょっとさ、これなんかこれあのなんか、はいはい、弟子はまだまだですね。こっちの方がちょっと、違うでしょ、ちょっと違う、ちょっと違うって、てかこれ長いし、長いし、この子待って、どうしよう、
あらやあらや騒がしいね、本当に騒がしいや。ねえさ、師匠とか弟子のさことを知らない人にとってはさ、なんじゃこれってなっちゃうよね。スクバがうるさくなると、そうだね、やばいこれ。一個鳴ったらもう一個のパチャンってなってさやばいことになっちゃうよ。はい、じゃあはい、今日はここに、はい、13位まであと 12,521 ポイント。はいはい、じゃんじゃがいきますよ。授業中に泣きそう、いや大丈夫のはず、大丈夫のはず4期の楽屋と同じやん。はあ、そんなことないし。てかもうちょっとこれ上にやろうかな、このクマちゃんのせいでさ。ういいじゃん、う見えるよね。よしよし、でクマさんもこうやったら、あーいい感じ、えんえんほら本当に。てかさ、師匠たちずっと泣いてても、どっかに飾りたいね。よし、あ、まあいいんじゃない、そこで倒れなければ。レンちゃんご飯を食べていきます、私の夜ご飯で。でなんかキャベツと、なんだっけ、キャベツとじゃがいもとベーコンだったかな、お、なんかあれみたい、お好み焼きみたい、あとトンペイ焼きみたいな匂いもするな、まあそりゃそうかの、そんな感じのやつです。いただきます。あ、うん、おいしい。今日の夕飯はカツ丼、いいね。なんかタレをめんつゆマヨにしたらしい。ハッピーハッピーハッピー、え、ハッピーハッピーのね、あの猫ミームちゃんもいたので、待ってこれやりたいと思って一回やったの。そしたらさ、なんだか重くてアームが言うこと聞かないから、もうダメダメダメシッシッとなって、このリンゴちゃん挑戦したらまた一発やってみました。イエーイ、やっぱいいね、この子、この子たちやっぱ自分で作ったの、いいや、マミーが作ってくれました、うまいでしょ。 UFO キャッチ私上手だからね、よいしょ、うん、おいしい。食レポの練習しよう。うん、おいしい。めんつゆマヨが効いてますね。じゃがいもとキャベツの相性がバッチシです。UFO キャッチャーマサ、そうでも。アームが弱いとすぐやめちゃいます。え、めっちゃ一緒。あ、もうこれ無理だってなってすぐやめて、あのなんか UFO キャッ、あのこの2つ取ったのはなんかアームにゴムみたいなのついてた、その滑り止めみたいなのついてたから、あ、これ絶対いけるじゃんと思っていけだしたね、やっぱりね。 UFO キャッチャーは熱くなっちゃう愛の食レポ勢いでなんとかしてそうねえ、勢いでとかやらない、100円入れて弱かったらやめます、めっちゃそう、私もです。あ、もうこれ無理だってなったら本当にやめる。食感はね、うーん、
なんかじゃがいものとこだけ、じゃがいものとこだけちょっとコリコリしてるけど、他は柔らかいのかなって感じ。あ、おいしい。あのなんだっけ、デニッシュじゃなくてさ、デニッシュだっけ、なんかじゃがいもだけで作るやつあるじゃん。それみたいな感じする。夕飯それだけ、これだけだいっす、うん。あとね、ペチャンコカイリちゃんみたいに見ただけで食レポするよ。マッシュポテト、うん、キャッシュ、うん、ガレット、あ、ガレットかな、ガレットかな。ママさん見てたら教えてないんで。うん、よし、待てこのガレットってやったの、キモとアンナチじゃないの、アンナピア、アンナピア、ピーヤだ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 、お前そうでしょ。あんなピーヤかわいいね、今日も。うわ、長いの、この子だけ。あんなピーヤを師匠たちが歓迎してました。ダメや、もう寝ちゃった、おやすみ。せちちぴまるこちゃんじゃ、ちぴまるこちゃんやん。あらら、外出始まったよ。そうよ、お迎えしてます、アンナピアのこと。はい、いただきます。おいしいな。めんつゆも、めんつゆマヨ普通に美味しいな。なんかめんつゆとマヨってなんかあんま味が想像できなかったから、めんつゆマヨにするか、そのお好み焼きのソースとマヨネーズの組み合わせにするか、どっちがいいって言われたんだけど、最初お好み焼きの方にしよっかなと思ったけど、やっぱめんつゆマヨを、あのめんつゆマヨをね、マヨしたくて。かわいい服ってね、かわいいっしょ、これ。ちょっと、なんかもう本当に春っぽい感じになってます。それに髪もね、ウェーブしましたよ。ほら、朝さ、ちゃんと見えてない方は、めっちゃ、朝はほぼ適当じゃないけど、急いでやってたから、完成形が見えてなかった、ちょっと。イエーイ、髪の毛、そう、完成しましたよ。はい、巻き髪いいね、いいでしょ。大人っぽい雰囲気ねー、大人っぽい。クマの上にいるのじわる。それな、寝てるし。ほらほら、起きなさい、あんたたち、師匠も起きなさい、はい、弟子も。言うこと聞かない、言うこと聞かないね。師匠はランクアップしたら起きるって、弟子はちょっと言うこと聞いてない。うん、うん、鳴らすなよ。お前ごとみたいで思う。お前髪の毛伸ばしていくの、ロングも似合いそう。髪の毛ね、伸ばそうと思ってる、伸ばしたいなって思ってる。
ロングしてたんですよ私。この前チャットにロングの、ロング地雷、地雷、ロングと地雷やってたやつ送ったんだけどさ、あゆっぴこんばん、あゆっぴになってる、あゆジュアルデイズデシ師匠の前で寝るの強すぎる、そりゃそう普通さ真似だよ、師匠の真似してるってことで。地雷メイクの時が一番長い、どういうこと、どういうこと、一番長い、あそう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 、そうだね、ということね、うんそうだよ、地雷メイク、地雷やってた時が一番髪の毛長かったかな、いやそんなこともないかも、わかんないけど、仕事中につき関係ないけど他のルーム、あれ仕事中で他のルームってさ結構関係ないじゃん、あれあれあれも可愛かったな、時代のやつ、ありがとう師匠と仲良し、仲良し、また地雷メイク見たいわ、あうんー、じゃああの土曜か日曜やろうか、お休みの日だし、土曜日かな、日曜は前座さんがあるから、え待って、前座もあってのにさこの配信やってるってなんか大変だね本当に、やっぱ今日と明日で結構やってかないとやれやれ、あゆぴ配信見てるとキラキラ投げるの忘れる、忘れないで、キラキラ投げないの、キラキラ投げるのが大事だよ、忘れないで、あ、13位まであと8663ポイントです、よしよし、どんどん行くよー、ゴーゴー、1万切ったよ、ジャミーこやさすあと18ルーム行かないと、あれなぎちゃんに何か言われそう、なんて言われそうなんだよ、はやちゃん頑張って、頑張る、こんばんは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 、お口が小さい、そんなことないよ、はあ、ほら、あゆみピーヤは花粉症平気、平気、もう平気になってきた、こんばんは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 、ピカピカありがとう、どん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 、20ルームでミッションクリアで切る、20ルーム、あそういうことね、ミッションクリアのためにってことね、どんどこどんどこキラキラ投げなきゃ、投げて投げて、あとのお方と目が合うのですが、誰と、あ後ろクマちゃんちと目が合うってあしたおごさすごいです、マジあご関節症、口開かないのマジか、口の中にしないでかあピカピカありがとう、あ欲しい、ありがとう、欲しい、こんばんはこんばんは、初見さんだありがとう、ガクガクガクって何、ガクって初見です、初見さんありがとうね、キラキラ投げてってください、もしよかったら、顎線症、あ顎関節症、あそういうことね、あありがとうありがとう、顎関節症
ふふん、ありがとう、教えてくれて。ハート、ハート。初見です。あ、初見マークついてないけど初見なんだね。ありがとう。キラキラ投げててね。公演では何度か見てるのですが、配信はお初です。おー、よかった。お初配信ようこそ。初見です。あ、初見さん、ありがとうございます。キラキラ星投げてってください、もしよかった。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ハートありがとう。あ、お星様ありがとう。髪巻いてて可愛いね。そう、今日巻いたの。え、なんかちょっとぽくない？似てるくない？いつも髪巻いてるよね。こんばんは、こんばんは。眉間です。なんか一人だけなんか違う人いるんですけど。ちゃんとキラキラ投げた？投げた？キラキラちゃんと。こんばんは、こんばんは。キラキラ星をお届け、ありがとう。キラキラ星は歌える？歌え？キラキラ光るお空の星。あ、待って、合ってる？かわいい、ありがとう。ルーム間違えました。わざわざそれ言わなくていいでしょ。じゃあ他のルームに行く。待って、他のルームに行く前にキラ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 投げてください。投げてってから行ってください。もちろん。こんばんは、こんばんは。 DD の師匠が来た。DD の師匠って言われてんの。あ、あゆこんばんは。あゆ、あゆこんばんは。結構ずっといたのね。え、確かにそんな感じで巻いてる。え、お空ってこと？あ、お空ってことでいいよ。全然違くないよ。全然お空です。じゃあお空です。はい、弟子、弟子落ちたよ。DD の師匠、 DD の師匠って言われてるよ。面白い。いや、いつもと違いすぎて間違えたかなと。あ、そうだね。だっていつもさ、あれだもん、なんだっけ。待って、いつもは、あ、そう、すっぴんでパックしててね、顔むくんでらっしゃるからね。それに髪もストレートか、後ろでこうやって結んでるからしね。確かにいつもと違うかも。かわいい。ところで師匠って何の達人なの？泣く達人でございます。あ、待って、なんなくなっちゃった。顔は何億倍まゆちゃんが可愛いですか。何を言ってらっしゃる、何を言ってらっしゃる。全くもう、全くもう、何を言ってらっしゃるの。あなたも十分超可愛い、超可愛いです。パックが見慣れすぎて。そりゃそう、めっちゃパックしてるもんだって。初見です、ありがとう。初見。じゃあ、あの、お星様キラキラたくさん投げてほしいな。師匠と弟子に名前つける。名前つけた方がいい？え、名前つけた方がいい？え、名前つけた方がいい？待って、じゃあ、ちょっと待って、コメント読み。ギャグ感ある、かわいい。え、ありがとうなんだけど。え、ありがとうなんだけど、嫌なん。嬉しい、嬉しい。結構なんかギャルってやるの嫌だみたいに言ってる人とかさ、よく見かけるから、あ、いや、ギャルってやるって結構嬉しいんだよね。めっちゃ ESFP、 ESFP、 ああいうの MBTI は ESFP です。なんだっけ、エンターテイナー。ドラえもん、ドラえもん、あ、ドラえもんじゃない、待って待って、言っちゃった。ドラえもん、ドラえもん、ドラえもんじゃないよ。今日はいつも、いつも増してべっぴんさんです。ありがとうございます。べっぴんさん髪も巻いてるし化粧もしてるからね。お肌命、命。最近荒れてるんだよね。やだ。でも、あの、皮膚科に行けてなさすぎてさ、
バナナとリンゴ名前バナナとリンゴキラ星お願いします、お願いします、ありがとう愛の声にしてくれて、全くもういただきました今日の服かわいい、かわいいでしょー、あちょっと危ない危ない、かわいいでしょー、下もねロングスカート、ひらひらのヨングスタート。ショールーム開いてもあゆみちゃんの配信しか見ないから、いつもキラキラ星残りの400個投げられない、キラキラ星残りの400個投げられない、あちょっとよくわかんないけど、そっか、まあ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 、ギャルみギャルみ、腹ギャル、マインドがギャルだもんね、そうやん、確かに今日髪巻いたりしてるからね、余計ちょっと見た目もギャルっぽいのかもね、私はお時間あるよ死ぬ、うまいんだけど、面白ギャル姫、イエーイ、姫姫ピカピカありがとう、お星様ありがとう、ハートありがとう、初見です、ありがとう初見、初見さんありがとう、もしよかったらキラキラ星お願いします、お星様ありがとう、お肌白いから白い服に、白い服去年買ったやつなんで結構お気に入りなんだ、お星様ありがとう、こんばんはこんばんは、この前も来てくれてね、こんばんはこんばんは、ハートさんありがとう、なんかこの前までね、なんかコメントのところをなんかリアルなんかさ、なんかコメント表示できたりできしなくなしなくできたりとかいろいろあるんだけど、なんかよく前コメントだけのやつをしてて、それ分かんなかったのね、そのギフトもちゃんと表示されるっていうの、だから表示されるように分かるようになりました、何言ってるのかよく分かんないね、赤ピンクが本当に似合う、あーありがとう、赤ピンク大好き、ありがとう、ハートありがとう、こんばんはこんばんは、毎日配信39日、いわい Thank you Thank you、 こちらこそ Thank you だよ、ちょっとほんまひなたとマシモさん、お本当ですか、ほんまひなたって言われるだけで嬉しいし、マシモさんって言われる、マシモハコって言われるだけでも嬉しい、あ呼び捨てしちゃったよ、ひなたさんって言われるのも、ハホさん、あ、マッシーさんって言われるのもだ、もう嬉しい、あゆは成長した、成長した、パワーアップしたこんばんはこんばんは、あれがウルトラウマディパディナストで、待って、ちょっとよくわかんない、あ、なんかさ12位までの差が開いちゃった、12位まで11721ポイントです、13位、待って待って、今13位に上がったってこと、あ、13位に上がったってことか、待って待って、間違えちゃった、あ、13位に上がったってことだよね、イエーイ、よしよし、どんどん行けよ、どんどん行けよ、え、13位に上がったってことだよね、だって15回さっき14位に上がったから13位、おお、途中で諦めたのもらじゃあ、あゆちろうは、え、あゆちろう、何が、何の質問してんの、待って、13位だよ、いやー、上がったよ、上がったよ、上がったよ、みんなのおかげだよ、イエーイ、ありがとう、待って、師匠が落ちて、次、師匠頑張って、よし、あげあげだね、よしよし、あー、たくさんお星様、ありがとう、星星、行くぜ行くぜ行くぜ、はい、1万差がね、あと1万な、1万なっちゃうからね、どんどこどんどこ、うん、おいしい、しゃべりすぎてちょっと冷めちゃったけど、冷めてもおいしいですねこれはね、え、これ普通に大好きなんだけど、あゆママ今度これ学校のお弁当に入れられたら入れて、あ、やばい、今日お弁当残しちゃった、そういえばお腹いっぱいだったから残しちゃった、ごめんね、ママ
レッスンのあまり握られるしそう。それ何？これはキャベツとじゃがいもとベーコンのなんかお好み焼きみたいなやつ。おしんありがとう。こんばんは、こんばんは。レシピ知りたい。あ、オッケー。じゃあママにさ聞いて、今度メールでがいいかな。チャットでもいい？いや、メールがいいかな。で、送ります。はい。配信越し、大丈夫？大丈夫かな？お残しは許しませんね。すいません、本当に。これこそ師匠に見習わない。ごめんなさい。ママ怒らないで、ごめん、怒らない。何味なの？え、何味？うーん、待って、その、お好み焼きみたいな感じの味してる。ついでにつぶら飯もお願いします。そうだね、最近つぶら飯言ってないの。ありがとう、作ります。ありがとう。それは許す。嘘泣きとか言うな。まあね、うまいな。うまいですか？ありがとうございます。ハートありがとう。あ、ピカピカありがとう。ハートもありがとう。あ、はい、うん、おいしいよ。あ、しんちゃんもうまいよね。うまいですね。うらしんのすけだぞー、ぞー、綺麗なお姉さんがいたぞー。 42% なってました。かまかまわん。ガツガツ食べる感じ好き。よかった。これ食べ終わったらカラオケ配信しよっかな。あ、あと笹団子と、あ、早くカラオケしたい。全部投げ尽くした。ありがとうね。カラオケいいね。いいでしょ。歌います。あ、はい、新潟の名物笹団子でーす。はい、笹団子さんね、食べていきますよ。新潟の名物ですね。私はよく食べてるので、開け方ももうプロです。はいはいはい、はい、もう来た。はい、もう来ました。はい、いいねー、いいでしょ。はい、もう、はい、見てください、開き方プロ。はい、もう来ますよ。はい、出てきた、生まれました、マッスルさん。新潟行った時お土産で買ったよ。おー、笹団子はどこのかな、どこのだろう、うん、どこのだろう、それはちょっと分かんなかった、ごめんね。じゃあ笹団子いただきます。止まった？大丈夫？はさらんご生誕祭。新潟の名物は原由美ちゃんじゃないのかな？まさか私が名物？うんうん
まさか笹団子が出てくるたな。つぶあんこしちゃん、これはこしつぶ、なんかちょっとそのちょっとでかいのもあるし、でもなんかペースト状になってる。食べたくなってきた。ぜひぜひ笹団子を買ってください。新潟の名物、新潟に貢献。おお。笹がうまく剥けない。私は酢ですよ。するですよ。こんばんは。初見さんありがとう。もしよかったらキラキラ投げてください。ハートありがとう。笹団子より歩姫、やだん。やだん。だから歩姫っていうブランドのいちごとか作ってみたいな。時娘みたいな。ハートありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう。自分が食べた時はベタベタくっついちゃった。え？全然くっつかないよ。あゆ娘。あゆちゃんが育てたやつね。そう。いちご娘とか。いちご娘。農業部でいちごも作ってくれね。作りたい。あゆしてるが高級だよね。そうだね、いちご師匠。つぶあんとこしあん、どっちが、どっちも好き。はじめまして、はじめまして、ん、はじめまして、はじめまして。笹団子の CM 来ちゃうって。笹団子であんこ克服さ、おお、いや笹団子美味しいからね。どっちも好きとか DD やねんか。あ、いやあなたに言われたくないぞ、あなたに言われたくないぞ。ハートありがとう。はい、10人まであと5109ポイントです。おお、もう1万切ってますよ。はい、この調子で10人まで上り詰めますよ。はい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 。予期せんメール始まってからずっと悩み続けたけど、今あゆみちゃんメール購読してきた。ありがとう、ありがとう、本当に大好きだよ。ありがとうね、ありがとうね、本当に。返信も多分来てたよ。あ、返信してくれたよね。うん、美味しいね。取っちゃった。ハートありがとう。あゆちゃんのメール取った、ありがとう。返信してくれましたよね。あ、待って、名前が似てたからもしかしたら返信してくれたの、間違えちゃったかも。え、ハートたくさんありがとうね。うん、美味しい。手づかみ笹団子、手づかみ、待て、師匠が落ちる。あゆの背中に今乗ってるぞ。あゆの背中に師匠が。変なね、食べちゃったらわからないよね。確かに、笹ごとあーとか行く人いるんじゃないの。あーちゃんに覚えてもらうには。え、覚えてるよ、もう。待って待って、なんか、なんて、なんかいる。あーあと取れない。あと、ちょっと、ちょっと。最初、かわいい。あ、ありがとう。最初からメラ取ってて、ありがとう。ハートありがとう。師匠の落下。ハートありがとう。羨ましいな。何が、愛の背中に乗ってるのが羨ましかった、もしかして。ハートありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です。師匠、師匠が、はい、うー、なんかね、クマちゃんも、あーどこ行った、どこ行った、待って待って、どこ行った、あった。それって UFO キャッチャーとかなの？うん、UFO キャッチャーだよ、撮った。けど、UFO キャッチャーじゃなくて、なんか、どんどんキホーテとかにさ、
キホーテとかになんか売ってるって聞いたことはある。キホーテ。あんばんは。姫に覚えてもらえるように頑張ります。頑張って。ぜひぜひ公園に来た時とかさ、名前を言ってくれればいつも返信くれたりショールーム来てくれたりしたから名前はわかるよ。こんばんは。こんばんは。あゆ楽しいな。あ、よかったです。どんどんに売ってるのかな。うん、売ってる気がする。切るとこが独特なのよ。独特なのか。探してみるね。探してみて。ちょっとあゆとおそろしよう。ドンキ毎回隠し切れてないの。それな。あ、ハートありがとう。ドン、キホーテ。キホーテ。ガチャガチャでもあるらしい。あ、そうなの？え、それ音鳴る？あ、ペンライトありがとう。最初は名札つけるといいかもね。あ、そうだね。名札つけたらさ、絶対読んでくるもんね、みんな。名札つけてくれたから覚えたよーん。こんばんは、こんばんは。あゆみちゃんのパフォーマンスをぜひ拝見してみたいです。ぜひぜひ拝見してきてください。拝見してください。どんどんキホーテって新しい店。どんどんキホーテ。師匠欲しくなるやん。そうよ、師匠可愛いでしょ。どうやって覚えてもらったか忘れた。なんかメールでアルビの服着てるよって言ってくれたから、アルビの服着てる人めっちゃ探して、あーって言って覚えました。また名札つけた方がいい。いや、あなた大丈夫よ。もう覚えてますから大丈夫よ。お疲れ様です。お疲れ様です。名札で覚えてくれたの。そうだね、名札で覚えた。こうやって見せてくれた。劇場ガチャにも、あ、劇場ガチャにも出てくる。あ、待て待て、今シュー危なかったよね。今危なかったよ。あ、ピカピカありがとう。あった、ありがとう。こんばんは、こんばんは。あの時結構アルビユニってたのによく見つけた。それな、なんで分かったんだろうね。あーって、なんで分かったんだろうね。それ以外になんかあったっけ。あ、そう、あゆのあのうちわも持ってくれたから、あ、絶対そうじゃんと思って。ブックが DD ってことはどこでバレたんやろう。もうなんかもうバレて、うん、わかんないけど、もうなんかでバレちゃったね。うん、受付で覚えた。元気な人だなって。あゆのことかな。私は初見だから認知ないだろうの。うん、いつもショールームは来てくれるなっていうのは、いつもショールーム行ってくれるなっていうのはあったんだ、分かってたんだけど。今度劇場来た時に名前教えてね。ギフトやったよ、ギフトやったよ、ありがとう、本当に。あー初見です、ありがとう。初見さん、初見さんありがとう。リンゴだよ、リンゴ。あー事故事故事故。あ、どこ行った、どこ行った、あった、事故。もっとここにさ乗せるのやめよう。だからさっきまでなんかいい感じにさ、いろいろ見えてたのに、これごと置くとこがあったらいいのに。難しいね、配信する場所って。うちわでしょ、うち、うん、うちわ。あれ、なんか言ったっけ、うちわじゃないのに。一回名乗っただけなのに覚えてくれて嬉しかった。覚えてますよ、ちゃんと。最初の方にさ、あゆのこともう見つけてくれた人はもう結構覚えてるはず。名札見せた時あゆがびっくりしたの覚えてる。そうだって、 X でツイートしたりしてくれたの知ってたもん。知ってたから、あー見つけた、ようやくみたいな感じ。早く公演の日にならないかな。28日ね、前座出ますよ。半年くらい公演行けてないからごめん。あ、そうなんだね。無理せずに来れるときは教えてください。私も何か目印みたいなのがあったらわかるかな。そうだね。でも待って、名前が
長い、あ、でもアット、アットの後ろが長いだけか。まあ何々するよみたいな言ってくれれば。28日夜公園行きよ。ひなちゃん推しの白髪66歳おじいさんだけだ。オッケーオッケー覚えた。なんだっけ、なって白髪じゃない、なんだっけ、待って読み方を忘れてきた。応援してるよ、ありがとう。誕生日の後だったかな、あそうだね、お誕生日おめでとうって言ってくれたよね。話したことないメンバーに呼ばれるのビビビビビ、なんだこれ、星の顔がわかんない。こんばんはこんばんは。僕の場合顔出し NG だから、うちの総長ですよ、これじゃない。そうなのそうなの、あ待って待って、びっくりしたびっくりしたびっくりした、びっくりした、こうやってさ、ごっかかってた、足でさ潰してたわ。ちょっとこの子たちこっちに避難させるの、ごめんね。ゴールデンウィークの後かな、公園行けるの。オッケー、白髪、そう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 、白髪かな、お白髪、白髪だね、あ白髪か、びっくりありがとう、急にね、ごめんね、泣かせたとか言わないで、勝手に泣いたの。まあ、確かに押したから泣くって、確かに。ピカピカありがとう。白髪だよ、白の髪の毛マシ、あ白髪、白髪、オッケーオッケー、ありがとう。白髪の、でも白髪のおじさんなんて結構意外といらっしゃるよね。もうちょっとなんかいろんな目印があったらいいね。よく下城公園で顔合わせしてるよ。マジ？じゃあその教えてよ名前、ノルマルだよって言ってくれればいいし、あとなんだろうね、うん、目印のものつけたり、あゆのこと誰もこんな呼び方しないっていう呼び方で呼んでたりとか、ハラミ様って呼んだりするのいるからね、一人だけとかね、だったらなんか、ああいつものだみたいになる。あとなんだろうな、ちょっとびっくり、ごめんびっくりしたよね。ハート、ハートありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう。さっきまで仕事してた、やっと帰れる。あこんばんは、はやちゃんありがとう、今日も来てくれて。あゆっぺって呼んでるよ、オッケー、あゆっぺね受付を狙うしか、そうだね。アルビーには効果抜群、ヒロカップにも捕まった。それな、あゆが話しかけようと思ったら、ひやかちゃんがあアルビーだ今日勝ったみたいなこと聞いててさ、おおおおちょっとあゆ、あゆが話しかけようとしたのにみたいな面白かった。29日のアルビー開放ってなんかあるのかな、あゆはわからない。お見送り4期生並ぶからな、そうだよ、お見送りでもぜひぜひね。こんばんは、こんばんは。はらちゃんに会ったら合言葉何しようかな、そう合言葉とかさ決めてたりしたらね言ってくれれば、だからメールの返信とかで、ここだけの秘密とかでもいいしさ。じゃあ乗るよ、お見送りの時。オッケーオッケー、名乗って名乗って、夜公演ね、28年夜公演ね、オッケー。こんばんは、こんばんは。聞こえなくて何回も聞き返しちゃって、そうなの、なんかさ大きい声で言ってくるんだ、ええってなっちゃうの、なんかさ周りもさあれしてるしね。あたいがちょっと耳ちょっと悪いって思って。こんばんは、ありがとう初見さん、こんばんは。星星キラキラ投げてください。ハラミ様って僕のことですか。そうです、あなたのことですね、あなたしかハラミ様って呼ぶ人いないものだって。早くおしゃべり会したのね、したいけど、おしゃべり会誕生月のやつだと2月なのよ、2月なのよよく LEDH のグッズで固めてるよ。 LDH のグッズって何。こんばんは、こんばんは。あ、人参ね。お見送りって最初星4期生なの、星よくわかんないけど4期生もお見送り出るよ。こんばんは、こんばんは。2月まで長いな、それなおしゃべり会でゆっくり話したい、それね。けどさ、おしゃべり会だって30秒なんでしょ30秒なんでしょ確か、うん、ほぼ1年後、それな、本当だよ、もう
2月まで待ちます、ありがとうございます、待ってください、2月まで待てるかな、待てないよね、頑張って、2月まで直接お話できないのか、そうだね、まあでも受付とかでできるかな、なんちゃって、待って、星がまた出てきちゃったよ、いい星 SDH はいい星系の、だからそのわかんないわかんないわかんないよ、仕事終わった、はやちゃん今日も元気だね、かわいいぞ、ありがとう、イエーイエグ星なん、星いっぱいわからない、こんばんはこんばんは、1分枠もあるよ、あそうなんだそうなんだそうなんだ、たくさん買うよ、ありがとう、はゆみちゃんとおしゃべり会したいけどキッズして何も言えなくなりそう、でも名前だけ教えてくれれば全然、ありがとう、2月の前に CD 発売期待してる、そうね、確かに確かに、俺が待てるわけないじゃないかそんなことあゆり言われても、こんばんはこんばんは、その前にシングル発表あるといいのね、そうだね、 DH って指名だと、ん、指名当社のだから LDH はロング指名当社かな、んーちょっとよくわかんない、エグザ、あーあーあーそういうこと、んーと、んーちょっとよく、うん、まあまあまあ、ガタファンの更新をしなければしなければ、でカラオケは、そうね、食べ終わったしさ、ちょうどあと1時間くらいになって時間帯もちょうどいいのでカラオケさんじゃあしますわよ、よいしょよいしょ、じゃあはい、受付運すぎてそうだよね、あやちゃんいると準備できなくて緊張した全然緊張しないでいいんだよ、シングル出ないからね、出てほしいね、はぁ、あゆみ姫エグザイルね、朝長くなったから3分前くらいまでか、あ、そっか、確かにそうだね、姫、カラオケよろしく、オッケー、じゃあカラオケしますよ、あ、ランク12位まであと1941ポイントです、じゃあこれでどん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 いきますよ、受け付けは緊張して全然話せない、え、でも話せてるよ多分、の普段どれぐらい話すのか分かんないけどさ、結構話せてるんじゃない、だって髪切ったんだよとか教えてくれたじゃん、どうなこどうなこ、はいカラオケいきますよ、待て待て、曲何がいい曲、実は初めてなのね、あなたのカラオケ聞くのは、あ、そうなんだ、じゃあじゃあ楽しみにしててくださいよ、可愛すぎてあやちゃん目の前にすると可愛いしか言えないから得します、え、なんかさ、お見送りの時もさなんてさとりね、なってるんだよねああーって大声でやめる、チャベピ、大人になる前に、あ、大人になる前に歌おう、待って、じゃあみんなその次のリクエスト曲も考えておいてね、大人、大人になる、ありました、はい、この曲を歌う、その前にトラップ変えたらめっちゃそうじゃん、待って、はい、カラオケ配信に変えますね、よいしょ、カラオケ配信、はい、終了、はい、選択曲、そうですそうですそうですよ、はい、行きます、おおおびっくりした
僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。なな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 見晴らしがいいもんだ。行きたい場所へ行けると今日まで信じてきたのに、それが幻想って気づいてしまった。世界はどこも立ち入り禁止、夢の何が待ってるのか知りたい知りたい。いつか大人になるんだ。嫌だって拒否しても、世間体を気にしながらさて前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。なな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 。愛が大切だと学校で教えてくれたよ。だけどそれよりも価値あるものって何？お金じゃ買えない幸せ、この世の中にはあるよね。それを具体的に聞いてもいいかい？理屈が少し矛盾し始めた。どこへは逃げるわ。聞き分けよくなって咲いて咲いて。いつか大人になるんだ。嫌だって拒否しても、世間体を気にしながらだって前言うだろう。僕が僕じゃなくなるよ、嘘だってついてしまう。だから今は好きなように歩きたくなってきた。チュッチュッチュッと。子供でいた日よ、現実を見たくない。汚れていく自分なんて絶望するだけ。僕は別れ構わない、賢くなりたくはない。ずるいことをするくらいなら遠回りさせてくれ。なな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 。イエーイ、大人になる前にでした。はーい、パチパチパチ。はい、次のリクエスト曲ある方
どんどんどうぞ。リクエスト曲、素晴らしい、 ありがとうございます。たくさんの拍手、8888888888、イエイ、10年だけど、シャーピン、身の盛り、待て、10年だけど、ああいう歌えるかな。ちょっと1番だけにしとくね、怖いから、歌えなかったら怖いから。はい、1番だけ歌います。もう一曲歌う、いきまーす。どっち、どこかで桜の花びらが腹にと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て、一人きりで歩き出すんだ。君と会えたことが過ぎた季節の意味、その笑顔が眩しかった。一緒に行けないけど、そんなに泣かないで、僕は忘れない。待て待て、なんか音が、天候にまた会おう、この場所で待ってるよ、今よりもっと輝いて、卒業はプロセスさ、再会の誓い、すぐに燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。あー、はい、12位にランクアップしました、イエーイ。待って待って待って、でも11位までさ、あと1万、あ、15万1386ポイントもいます。よし、みんな頑張るよー。はい、じゃあ次の曲いきますよ。なんだったっけ、しゃべピラとかな、しゃべっとピンク。はい、いきますよー。はい、歌ってる途中にね、12位が来ました。はいはい、次次、なぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな。街の景色もあなたたちの香りも着替えている。元気だったかい、何をしてたの、久しぶり。君らしいシャーベとピンク、似合ってるスカートの色、そよ風にすさぎる返し、可愛すぎる人と待ち合わせたさ。工事してた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を着たせい、
大人っぽい。太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた、今でも好きな人とやっと会えたホーリーデイ。やあ、たくさんペンライトありがとう。君らし…あ、待てだ。シャーベットピンク、さりげなく思い出させる。あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。君らしいシャーベットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風にすさひる返し、可愛すぎる人と待ち合わせた様で。イエーイ。いやー、11位との差がすごいすごいありますよ。11位の壁を越えるには15万1386ポイントも。いやー、すごい差ですね、これは。11位誰だ。11位に追いつくよ、頑張れよみんな。いいよ、よし。はーい、次はみどもりがあったかな、確か。みどりと森の運動公園、会いました。はーい、私も言うか、たかしかわいい、このなんかカラオケの音。木漏れ日の下の葉の影は、時折の風に揺れながら、ながら近づく季節のその気配、一足早く空をめくったカレンダー。ここで会おうて約束した、去年の夏を忘れてない。まだ恋と気づかずに別れ際口にしたこと、待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった道の向こう、君は来るか来ないのかな、もっとちゃんと言えばよかった。僕はそれでもときめく。待ってね、名前間違えたでめっちゃ不起訴になったんだけど、やめて。半袖のシャツの制服が
遠くからこっち手を振った。金眼の僕はポケットのメガネをかけてやってきた夏確かめた。まさか会えると思わなかった。去年と同じ今日この日に今恋と気づいたよ。一年も時が流れて好きになると会いたくなる当たり前のことだよね。目の前で微笑むのは夢の続きだ。僕は何を話せばいい。二人ずっと見つめ合うだけ。セミがどこかで泣いてる。私はハヤちゃんじゃなくてハラちゃんです。もう待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね。何回も見てしまった夢の続き。あ、まじゃーん。いや、来るか来ないのかな。もっとちゃんと言えばよかった。僕はそれでもときめく。やっとあれから会えたね。ごめんなさい、歌詞間違えちゃったよ。超絶恋愛ユミ、ありがとう初見さん、イエーイ。ありがとうございます、イエーイ。はやちゃんやめてください。はらちゃんです。はやちゃんやめてください。はい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 、次の曲。待って、何がリクエスト出てた。待って、カーテンの柄やりたい。ごめん、リクエスト曲じゃないんだけど。はらはどこから行くのかやりたい。オッケー、まあ、じゃあ時間内だったらやるね。ちょっと待って、カーテンの柄だけ一回調べさせて。出るかな。待って、出ない。あーねー、あ、何かがいる、出てたな確か。なにかがいるよ。はーい、何かがいる。ピエンだよ本当に。新渋滞ってあるのかな。待って、あとで喋るね。何かがいるよ、やります。めっちゃさ、ボワってなっちゃう。はいはい、あゆみがいる。ドキドキが暴れてる。胸の内側から破るように。君のこと好きなんだ。誰にも言えなくて我慢してた。意味なく全力で走る。わけもわからずに叫んで。心に住み始めた。変なものとどう付き合えばいいのだろう。恋はエイリアンなのか。まさか初遭遇。体のどこかで気配がする。じっと誰かがいる。恋はエイリアンなのか。地球外の生物。いつの間にか共存している感情は片思い。そうだ、2番もあるから。キュンキュンが止まらない。息が苦しくなる熱い鼓動。教室に待っていた。
隠した切なさに影ができた。あいつも好きだって聞いた。絶対負けないとつぶやく。根拠ない自信とその願望は危機を揺らす風になった。踏み合いルースみたいに僕を蝕んでく。昼間の悪夢にうなされてる。愛した僕はいけないんだね。君はウイルス、急に熱を上げるよ。知らぬうちに探し求めてる赤チン。両方いい。めっちゃごめんね。裏返っちゃったし、なんかテンポも分かんなくなっちゃった。誰かから移された僕は何と戦えばいい。いつかはわかるさ。恋はエリアなのか。まさか初遭遇。体のどこかで気配がする。自分とは違う何かがいる。恋はエリアなのか。地球外の生物、いつの間にか共存している感情は片思い。はじめまして。何かがいるよ。イエーイ。はい、というわけでね、自然渋滞じゃあ探しますか。自然渋滞で出ませんでした。うえへーうえうえへーん。最後、あおちゃんのことツッツしてるヨンキちゃん、かわいい。めっちゃツンツンしてさ。残念、自然じゃって、はやちゃんがいた。イェーイ。さあ、めっちゃさ、ね、ごめんね。初日お願いします。すいません、初日、わからない。ちょっとしかわからない。すいませんでした。呼び捨てファンたち、すいません。わからない。キスをちょうだい、歌える。あ、キス、ちょっとキスをちょうだい、あれかな。キスをちょうだい。キスをしようになっちゃった、間違えた。キスをあっ、ん、キスをちょうだいって、これシッシーさん、これ絶対 NGT の曲じゃない。あら、違いますね。NGT48 の中で。じゃあ、あ行からいきますね。空き缶パンク。あのさ、いや別に。大人になる前に、アーサム、かかとを鳴らす。君はどこにいる。ぎこちない通学電車。暗闇もとも。しそうでしないキス。下の名で呼べたな。シャーベットピンク。出陣。順序よろしく。蒸発した水分。収春時計。世界の人で世界はどこまで青空なんか。そっと、さ、セーブ。なんだっけ、セーブ？サーブ？うん。友達で言いましょう。何かがいる。はっきり言ってほしい。はっきり言ってほしい。あ、すいません。春はどこから来るのか。どこやん、どっちやんが。ポンコツな君が好きだ。マックス特315個緑燃えて、運動公園、ラーメンワンダーランド。君、私が一番言いたかったこと、私のために渡りたいですよ。さあ、未来。意外とないのよ。そうなの、マックス時。これもとも。言い訳、メイビー行くか。メイビー彼女あるかな。彼女それがないんでね、確かなかった気がする。彼女、彼女、何も変わってない。あ、ないですね、すいません。波乗り、会ってくれ。かき、あ、波乗りかけ割りあるよ。波乗りにしましょう。はい、行きますよ。じゃあ、その後に、あれ。
あれ、それね、他にやってくれたやつね。のびのびかき氷、あなたが好きなもの三つ目には、私を好きになってね。待って、なんかパン、あのクマいっぱいいるんだけど、待って、クマありがとう。え、クマありがとう。え、クマありがとう。青い海を進める、得意げなボートが砂浜忘れてるよ。大きく手を振ったのに、まるで気づいていない、自由な飛び魚だね。ちょっぴり拗ねたふりして、愛あまじゃ裏返して、背中でもやこう、誰か手を貸して、サンオイルを濡れないから。波乗りかき氷、あなたが好きなもの、他の何か目に入らない。波乗りかき氷、あなたが好きなもの三つ目には、私を好きになってね。夏が終わる前に、なんかフフ言ってて、やっと帰って、待って、2番はやへへ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 すいません、ほんとすいません。なんか1番をずっとあれしすぎちゃって、待って、あみゅーさん、くまさん、たくさんありがとう。さっきあの前呼べなくてごめんね、ありがとうね。はい、11位まであと14万2009ポイントです。頑張るよ。はい、じゃあ次、ぎこちない通学電車あったっけ。ぎこちないありましたね。はい、じゃあぎこつ泣きべそってあった、また後で見てみる。ぎこつやりましょう。クマ10年やったタワーとかやで、あめたてたてた、あせて何かしてあげたい、なんかしてあげたい。待って、後でね。駅のプラットホーム、電車が近づく、運転席の窓がキラリ反射した、冬の重たい空気をかき分けて進むように、君と一緒に朝がやってきた。いつもの違う冷蔵客の中に、定位置の君を確認して、わざと少し離れため息ついた、僕はそれでも幸せに思えた。だけど目と目合ってもリアクション困ってしまう、不意に胸がキュンとして、目をそらすしかない、心を見透かされる。なんてぎこちないんだろう、なんて不器用なんだろう、僕はドアにお猫をつけ、すごいスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた。なんてぎこちないんだろう、自分でも気づいているよ、そっと遠くから好きでいる、いつの日にか卒業するまでぎこちない。通学電車、
てないな。ある日君が大事な日があって、僕は心配をしてしまった。待って待って待って、2番2番ごめんなさい。はい、もう1番で終わり。はい、たくさん曲を歌うためにね、1番で終わりにする。はい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 、2番頼むよ。それな、ごめんね本当に。はい、次、泣きべそ書くまでがあるっけって言われたから、泣きべそ、泣きね、泣きばそにしちゃった。焼きそばみ、焼きばそみたい。あ、いや、焼きそばのこと焼きばそって言ってないの。泣きべそ書く、あ、ないですね。泣きべそ書くまで、すみません。あゆばそ嫌いなのかもしれない、嫌いなのかもしれない、あるか、嫌いなのかもしれない、嫌いなのかもしれない、なあ、と何があったっけ。渡り鳥も来た、オッケー、じゃあ渡り鳥にしますか。渡り鳥たちに空見ない。はい、じゃあ聞いてください、はらちゃんの渡り鳥たちに空見えないです。ハロちゃん、あゆみーか。どこまで行けば夜明けが見える、暗闇の中で汽車を待つステーション、思い出だけじゃ生きていけない、明日のために愛を探しに行こう、心の羽羽ばたくこと、過ぎてく時感じないまま大人になるものか、僕たちはずっと夢を見続ける。渡り鳥たちに空は見えない、飛んでいるのはどこなのか、今風に逆らい進もうとしている、渡り鳥たちに地図なんてない、ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している、青春の群像、都会の暮らし好きになれずに、あれから何度帰ろうとしただろう、記憶の底甘く苦い、疲れ果てても休めなくて無理した遠い日々、今になってわかることがある。季節は巡り旅は始まる、僕はどうしてゆくのだろう、この羽は自然に動いてしまうよ、季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り開く、懐かしい思うのは故郷を覚えている、夕焼けの美しさ、はい、いきますよ、いきますよ、
行ったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街。窓の景色は変わらない。眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かに舐めることですか。刺激もやがてなくなって当たり前のように春が来る。せーの、心の羽羽ばたくこと。過ぎてくとき感じないまま大人になるものか。僕たちは今どこにいるんだろう。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでいるのはどこなのか。今風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに地図なんてない。ひたすら本能的にいくつもの荒波を大陸を目指している。青春の群像を夢見るか諦めるか。この長い手が見えない。長い手がさイエーイ、飛び歩みしましたよ皆様。はーい、飛び歩みほんといい曲大好き。あー、すいませんすいません、叫んじゃった。飛んでたね、飛んでたね、飛んでたの見えてるね。やっぱりあゆが飛んでた、イエーイ。はい、あれ11位まであと10万になったよ。109,216 ポイントです。よし、行きますよ、どん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 。絶望の後で、絶望の後であるかな。あったっけさっき、絶望の後で。あー、ないですね。ポンコツな君が好きだとか言ってたっけ、誰か。ポンコツかな。はい、ポンコツはあった記憶があるよ。ポンコツ、ポンコツ、ポンコツな君が好きだ。まあポンコツな私にぴったりの曲ですね、これはもう。はい、じゃあ行きますよ。スキー部の合宿来たけれど、一週間先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた。絶対にありえないミス、ごめんなさいって必死に謝る姿に僕はキュンとしてしまって、怒れないのはなぜだろう。ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい、なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしい僕はどんどん惹かれてゆく。皆さん推しです。あ、一緒です。じゃあどんどんあゆのことも推してください。はい、行きますよ。仕方なく帰って気がついた、みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからってくたくのないその笑顔。そう、人生なんて肩の力を抜かなきゃきっと息苦しくなるから、
楽しくやってゆこう。ポンコツぶりも個性だ、君がおおらかに見える。完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君のそばにいる僕の器はちっちゃすぎる。何度間違ってもいい、もっとたくましく生きなきゃ。ニャ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 。人はみんなちゃんとしようとする。言われたことだけを言われたようにやる。欲しかったのは自由。あ、どこかネジが緩んでる。マイペースな君の勝ちだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツ、ポンコツな君が好きだ。いつもドジばかり踏んでる。頼りないところがいい。なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守ってあげたくなる。これちょっと息継ぎ大変な曲ですね。ちょっと裏返っちゃった。大変でした。あ、なんか拍手の。ありがとう。ナイス、ポンコツ、ポンコツ、ポンコツ。はーい。はーい。じゃあ次は何の曲がいいかな。あと、春床やるか。春床すれば後でやるよって言った。春床やってなかったのでね。春はどこから来るのか。行きたいと思います。はい、ごめん、歌いどりたちそう見えない、さっきやっちゃった、ごめんね。おー、よし、いくぞー。はい、まだちょい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 、合ってる合ってるかな。おじさまセンターです。そうですよー。風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球は回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないまま。クラスメイトの一人で仲悪くなんてないけど、そんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに、1年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか、恋の足跡だ。おだるえい、おいえい。春はどこから来るのだろう。だってね、不思議じゃないか。木枯らしに凍えてたのに、ある日突然気づくんだ。通学路の桜の木がいくつか芽吹いていることに、そういう感じでやってこないかな、僕たちの春。はい、風はやがて吹き始めて何か思い出したように、裏の団地のベランダで
洗濯物も揺れてる。地球は回っているから、季節はまた巡るだろう。君を何度も好きになって何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ、胸にしまっておく。 Oh yeah, oh yeah。 春はいつ頃来るのだろう、できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんてもったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春、制服の肩に桜の花びらが乗っていたんだ。指でつまみ君にあげた春がどこからやってくるか、ついに見つけたよ。恋はどう始まるのだろう、いつの間にか好きになってる。どういうきっかけだなんていつだって覚えていないし、少しずつ惹かれてく途中、ちゃんと見ていたかったのに。見上げた桜はいつも満開だよ。気づいたら恋、切るなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんて迷って知れないし、ごめん。そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春、春一番だ。イエーイ、あーい、あー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 すごい、もう泣きそうになってなんか声出なかったけど大丈夫だったかな。はい、11位まで105,965ポイントになりました。どんどんね詰めていってますよ。すごいすごい。じゃあ一旦明日の配信予定と壇上読みやってから最後曲を歌おうかなと思います。はい、明日の配信予定はこんな感じです。朝は6時20分から7時の40分間、待って待って40分間合ってるね。で、夕方に17時半から18時半の、1時間、60分間やって、夜に19時40分から21時まで80分間やります。これはちょっと、メールの返信でね、これいいんじゃないみたいなの言ってくれたのを参考にしてみました。ぜひぜひ来てください。ほら、スクショして、確認して。見えるかな？